to you by ヤマサかまぼこ。バンタン連絡道路が土砂崩れのため一部通行止めになっています。バンタン連絡道路は北行きの福崎北と神崎南の間、南行きは神崎南と市川南の間が土砂崩れのため通行止めになっています。加古川バイパスと姫路バイパスの岡山方面に向かう西行きは姫路南を先頭に明石西まで断続的に24キロの渋滞です。反対の東行きは修士付近を先頭に大石辰野バイパスに伸びて9キロ、加古川を先頭に8キロ渋滞しています。阪神高速の状況です。3号神戸線は月見山方面に向かう西行きの生田川付近での事故に伴う車線の規制は解除されましたが、影響が残って9キロの渋滞です。反対の東行きは柳原で5キロ、魚崎の手前で緊急の工事のため左側の車線が規制されていて5キロ渋滞しています。31号神戸山手線の南行きは港川ジャンクションで1キロの渋滞です。次は8時44分頃です。以上、ジャピックの辻元でした。さっちゃんでおなじみの山坂かまぼこ、かまぼこ工房夢戦艦、作りたて揚げたての美味しさが味わえると大評判。姫路諸社山を北へおよそ5分、清流夢崎川沿い、山坂かまぼこ、かまぼこ工房夢戦艦、美味しさの宝庫、ぜひあなたもご賞味ください。